岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークスのゲームを。そして打席には坂本が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、打ちました。詰まりながらも右中間へ。セカンドランナースタートを切る。ツーアウトランナー三塁と変わります。この場面打席には菊池が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいです。左中間へ持っていった。掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックス菊池、ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。打ちました。ショート取った。これで3アウト。試合終了になります。ソフトバンク内に打ちました。大量リード、大量得点で